どうもアベラのひろゆきです僕は普段は1万時間の挑戦をしてましてやりたいことに1万時間を投資したらどれくらいの実力がつくのかっていう実験をしてますその実験で得た知識や情報やらをこのチャンネルでは発信していきます今回は正しい練習よりモチベーションが上がる練習というテーマで話していこうと思います 世の中には、えー、この手順で練習すれば確実に上手くなるよねっていうものがあるじゃないですか僕はあの今ピアノに1万時間を投資している最中なんですがそのピアノもうまくなりたいならこのやり方っていうのがあるんですねフォームの確認をしつつ運指の練習とか慣れるためにね早い段階から不読みをして弾いたりとか まあ今までにねそのいろんな優秀なピアニストが研究して実験して、まあ、導き出したやり方だと思うんでそれはねピアノに限らず初心者はこれをやるべきって言われるものがあって、まあ、それをしっかりやれれば早く成長することができると、まあ、思うんですがそういったやり方って、えー、モチベーションが高い人には有効かもしれないんですけど そこまでモチベーションが高くない人にとってはかなりストレスが溜まると思うんですまあ、僕の知り合いでね、えー、幼い頃からピアノを習ってたっていう人が何人かいるんですがほとんどの人がね口を揃えて練習が嫌いだったって言うんですよまあおそらくね基礎を徹底的にやらされたと思うんですよね好きなものとかねやりたいことがある のににももわわららららずずそれれれををややせててえるることを絞られてこう強制されるわけですからまあそりゃ嫌いになるのもわかりますでもそういったね過去があるからこそすごい演奏ができているっていうのも事実でまあだからこそねその正しい練習をするべきっていう人は多いと思うんですが僕はね正直嫌な思いをしてまで基礎練をやる必要はないなぁと思ってるんですねだってもうね嫌なことなんてわざわざやりたくないじゃないですか まだねその習い事で教わる分にはいいと思うんですけど術練に関ししてててはその無理して嫌いいいななこととをやらなくてもいと思うんです基礎をしっかりやらずに好き勝手やってるとねその変な癖がついて上手くなるのに時間がかかってしまうとか言われますがそもそも嫌いになってしまったら触るのが億劫になってやらなくなってしまうじゃないですか。 正しいやり方をしなければ確かに遠回りになってねその成長スピードは遅くなったりするかもしれないんですけどやらなくなってしまったらもう成長もクソもないんですだからまあ練習するときはいかに早く上達するかを考えるんじゃなくてまずはどうやったら楽しめるかっていうのを考えた方がいいなぁと、まあ、上達する方法は知っていて損はないんで初心者がやるべきことみたいなのはとりあえずあの 知るのは大事だと思うんですよそれを見るだけ見てつまらなそうだったらもう無視していいと思いますとにかく楽しくやれそうなものに食いついてみるで楽しく継続することができればそのうちにねそのもっと上手くなりたいって欲が出て勝手に基礎とかやりたくなったりするんですね上手くなるにはやっぱり基礎は避けて通れないんでなんでそういうのはもうやりたいって思ったタイミングでやり始めたらいいと思いますとにかく 今の自分が嫌だって思うものには手を出さない。もう継続は力なりと言いますから、もうどんだけ遠回りしても継続してれば大丈夫です。面倒なことに手を出して、そのやるのが嫌になって継続できなくなるのが一番の問題なんで、まずは自分自身が楽しくやれる。 そのオリジナリティあふれる練習法を編み出して継続してやること、まあ、これが大事なのかなと思いますもちろんねやる前からめちゃくちゃやる気があってとにかく早く上達したいっていう人とかだったらもう基礎練とか徹底した方がいいと思うんですねもう面倒なこともガンガンやったらいいと思うんですよもう僕なんかはねうまくなりたいとかそういった願望は特にないもんですから僕の目的はあくまで1万時間を投資したらどうなるかっていう実験なんで 上手くなもう正直どっちでもいいんですね。1万時間やってそその結果が出れればもうでで OK なんですとはいえうまあ、上手いか下手どっちがいいかって言われたらそりゃ上手い方がいいんでいろいろ工夫はしてやりますが、まあ、それで下手なままだったらそれはそれで受け止めます。もうとにかく欲しいのは1万時間投資した結果なんですね。なんで継続させなきゃ目的は達成できないんですよ。 だからとにかくモチベーションを保てる方法を僕の場合はもう本当探,探って実験してますねやっぱりつまらないとか思ったら負けなんですだから僕はもうこれをやるべきって言われるものとかそんなに気にしてないんですね不読みとか絶対した方がいいとかこの曲からやった方がいいとかもうほとんど無視ですここ間違ってるよみたいなアドバイスはありがたくいただくんですがこういう練習した方がいいとかそういうのはもうほとんど聞かないです もちろん参考にはしますよ。参考にはしますがそれをさ聞いてみてもうやってみてもう自分にこうハマらなかったらぽいですとにかくやりたいと思えるようなことをやるこれにつきますこんだけね好き勝手やってたら成長スピードも落ちるだろうと思いきやねそんなことはなくてですねやっぱり楽しいと感じられれば自然とプレイ時間が伸びるんでなんだかんだ上手くなっちゃうんですよ 練習はね量より質だとかなんか言われたりしてますがそれもねなんだかんだめっちゃうまい人ってやっぱ掃除でプレイ時間長いじゃないですか質も大事かもしれませんがやっぱり時間の投資は大事だと思うんですだからもうねやり方とか細かいことは気にせずにねまずはやりたいようにやったらいいと思います好きな曲があるならもうそれをやればいい 曲名とか入れて弾き方とか検索すれば多分やり方とか出てきますからそうやってハマらせてあげることがかなり重要だなとそういえばね僕最近いろんな人からよくそんな長時間はもう練習できるねなんて言われますがもう自分のモチベーションを維持することができればもう誰でも長時間やることはできますゲームとか遊びとかあるじゃないですかもう没頭して気づいたら一日が終わろうとしてたみたいなことって結構あるじゃないですかもうねあれです 自分自身のツボをしっかり押さえてもうハマらせてあげられれば簡単に没頭できます。あと環境ですね。例えば仕事とかって長時間働くじゃないですか。であれって別にねやりたいことってわけでもないですけど、まあ、長時間頑張るじゃないですか。あれはもうやらざるを得ない環境だからやれるわけですよね。もう本当環境の力はすさまじいものなんで。 ここれをうまいこと作り出せたら最強ですね例えば本当スタジオを借りたりとかお金払ってスタジオ入ってわざわざスマホいじったりゴロゴロしたりしないじゃないですかもうスタジオ入ったらやろうって思えるじゃないですかそうやってやらざるを得ない環境を作るそんでやりたいって強く思えるモチベーションを作るもうねこれ揃えたらもう止まりませんもうよかったら試してみてください そんな感じで今回は正しい練習よりモチベーションが上がる練習というテーマでお話をさせていただきました。え僕の SNS ではですね、1万時間の挑戦に挑んでいる様子をアップしているんで、興味があれば見てみてください。ということで、ではまた